そんな大したもこの世界のどこかには。だがどれだけ小さくったってエリカを奪いやがった男の時間だ、やろうぜ。エデンがこんなことに。多分イスレド明美の論文によれば、最小を捕食することで自らを書き換え、でも普段は何らかの理由でエリカが改造を施したことにより、母体ときこのまま行くと、あのイーターはそうなったら、お嬢のことは抜きにしても、急ぐぞ侵食が。
It's my hacking business。波に乗ろうぜ。波に乗ろうぜ。無理は禁物だ。これを使おう。これを使おう。さあ、行こう。
なんとかなったね。開始だ。くらえ。くらえ。
みんなのおかげだよ。やはり他にも、そうそう簡単には、きっとイーターレギオンの侵食に光る、エデンの新しいセキュリティってわけ。ああ突破する。
らえ。Thank you.
油断するな。油断するなよ。このまま押し切れ。油断するなよ。上出来だ。こんなところで足止めを食らっているわけに。でもよ、これだけ放火、今までの URL も全然役。エリカ、あれはエリカの記憶。エリカが呼んでる。呼んでるか。ここはエリカの記憶。おい、あれ。エリカ。エリカ、聞こえる？分かってたけど。
まずいよ。あいつ、くそ、どうするよ。決まっている。やる。ネット空間で権限を奪い侵入し、どれだけイーターが力を増そうが、こなるほどな。ハッキング対象はお嬢の記憶サーバーだ。行けよ。俺たちがイーターの侵食を抑えている隙に、お前とエリカを頼むぜ、リーダー。俺に。準備はいいか。おうよ。タック開始だ。新人を連れてくるって、どんなやつなんだ。ただの素人のガキさ。だが、そういった鬼チームを作ってから、ようやくお兄ちゃん顔も知らない子、きっとその子がお兄ちゃんの千歳と一緒に私の代わりに。あなたは自分が一体どこにいると、それとも、もうどこにもいないのか。あの時、私は答えられなかった。私はどこにいるんだろう。データ化した記憶、エデンがなくなったら、私はもういなくなってし、怖くなった時、私はいつも、お兄ちゃん、千歳、ワームも、彼、私をじっ、そこさえ残れば、いつか私が、だから、もういいの。もういい。見つけた。急げ。侵食や速度を増す。なんとか抑えるが、時間ねえぞ。力を貸してくれ。Thank you.
じゃ押し切れないの。このくそ、俺たちさえそっちに行け。もういい、もうやめて。エリコ、ピーターの侵食はもう止められない。私の体はもう完全。俺たち間に合っ。だから戻って。イーターの侵食がたとえこのまま消えてしまうとし。嘘だよ。ワームも。エリカはそんなこと望んで。死にたくない。消えた。私はエリカ、エリカは私、エリカは本当は誰。やりたいことも見てみたいことも一緒にデジタルワールドにも行って冒険しよう。私たち無敵の船。聞こえたぜ。また壮大な夢持ってたんだな。どうもこうもね。エリカ、お前に詫びを入れさせてくれ。だが口先だけの謝罪なんだから、これからはお前の。帰ってこい、エリカ。どんな手を使って。デジタルワールドだろうがなんだろうが、どこへだって連れて。マジかよ。簡単でも。デジタルワールドで無敵のハッカーチームか。俺も賛成だぜ、お嬢。私も行きたい。